はようございます。昨夜泊まりましたロッジですけども、ロッジというかもうほとんどコテージに近いですね。お風呂がないぐらいで、まあ、2棟しかないんですけども、間はこれぐらい空いてます。結構開いてるんでね、隣いてあったとしても声は聞こえないと思います。改めておはようございます。おはようございます。はい、あの奥に見えてるのが丘の上のコテージ。コテージね、うん、これが昨日ね入った UU ファイルですよ。こっちが本当ですね。本館のお風呂行ったよね。昨日ね、洋蘭センター。あそこの温室昔見たね。ああ。無料で見せていただいた。目の前のね。この中にね、すごい泣くアヒルがおったんやけど、もういてないんかな。あ、いてた。いてる？ほらほら。2匹一緒に動いてるやん。仲いいやろ。いや、せやな。ついてるもんな、ずっと。うん、さもらえると思って来たかな。お久しぶりです。うん、すごい後ろで貝つぶりが。あ、金。ああ、これね。悪友さんの愛と希望の金。五色が出身ということで。そうやったな。うん、あの金を鳴らすのはあなたね。スイッチ押したら鳴るねんな。うん、でも今朝やからね、うん、鳴らすことはできません。11時から。キャンプしたのがここやもんね。そう、オートキャンプというものね、生まれて初めてしたのがここですけども、ね、もうテントもタープもない状態でね、何もなしテーブルだけ。そのテーブルもちっちゃい折りたたみテーブルや、うん、で光量が足らなくて闇鍋みたいになって。そうや、それでも楽しいって言ったね。うん、あれ自販機もあるし、こんな今まで前あったっけな、カド飯。へえ。ご当地パン詰め5とかカレーや、カレー、うん、へー、難しい。日本汁と玉ねぎ味噌汁4個セットで1000円。はあ、面白いね。カンカンに入ってるのかな。8個入りで、こういうね缶で出てくるのね。淡路島ナルトオレンジの香りがすんねんて。ほんま？また買えへんのに悪いけど、ここを押したら ここでしょ。お前なんか匂う。思い出すわ、ここでね、うん、松田さんからね、景色撮りながら、うん、何してんのって言ったら、うん、いやなんか動画しようかなって言って初めて言ったところで。そうやったっけな、この場所。でも広いよな、敷地がな、ここに、うん、高規格の割には安いからね、ここね、うん、今日の朝食はね、和食です。お願いします。はい、朝食完成です。いただきます。はい、いただきます。この大江のりが昨日スーパーで買ったけれども、うん、淡路の大江のりっていうね、お店の方が昨日行った小野所島の近くにあるらしいんですけれども、これなかなかね、いいお値段1つ600円。すっごく美味しくて、ここのしか食べないっていう人いてはるぐらいです。そうなんや。で、興味あって買ってきました。味付け海苔、うん、まずはしらすいただきます、うん、はい、まずしらすやね、うん、昨日もちょっと折って食べたけど、いただきます。私醤油なしで。うん、美味しい。うんうん、安定の美味しさやね、うんうん、春になると生しらす食べれるよね。生しらす丼とか今はシーズンじゃないけど。早速行ってみよう。うん、あ、しっかり。うちがいつも買う分厚いで、あの、うん、海苔はね、向こう側が透けるんやけど、やすっごい照りやね、分厚いわ。すごい照りやな、うん、違う違う、いつもとこれパリパリやね。しらすと挟んでいきます。ペラペラやから、ね。まあ、美味しいわ。うん、ええ海苔やわ。あ、ほんとや。な、全然ちゃうな、やっぱ。いい海苔や。お世話になりました。お世話になりました。さあ、今からどこ行きますか。今度は洲本の方へね、はい、行きます。行きます。二血菜菜館洲本店。美味しいわね、すごいのがある、うん。淡路ビーフ。地元の人がね、お買い物に来る。うん、野菜とかが安いなって。車結構いっぱいやな。そう。綺麗な店やな。綺麗やね。すごい、淡路の温州みかん280円って安いな。そんだけ入って、うん、
ちご農園もあるみたいよ。なんかいろいろ取り混ぜてあるやん。何これサラダセットって綺麗な、280円で、あの白い大根とか。うまいね、面白いね。面白い、こんなん買ってみようかな、ちょっと高いけど。パンペイユや、660円、さすがに高い。でかいね。すごい。菜の花 も出てる。あ、これおひたしにしよう。120円。綺麗な。これぐらいで200円ですか、安いですね。お安いですね。これでしょ、かわいい、ね、120円。ちょっとお太めのやつ、あ、玉ねぎ売ってるわ。結構入ってない。1300円。でももう新玉出てる。あ、ほんまや。わー、すごいすごい。高いな、やっぱりな。新玉やな。海鮮のちょっと縮めとか、ね、イカナゴの釘煮とか、去年のやつかな、まだな、今年まだやから。そうやな。わかめ麺、わかめ入ってんのかな、中に。葉玉ねぎ、あ、おひたしとかにするってこと。玉ねぎと牛肉を、あ、甘辛煮にするんだ。それ元気巻きって何それ。きゅうり、厚焼き卵、しいたけ、ホエル、かんぴょう、人参、ほんまやな。685円。あ、安いな。安いね、元気巻き。うん、お弁当もいっぱいあるやん。おいしそう、いっぱい入ってるよ。800円、まあまあやけど。あ、この辺はたくさんあるやん。500円のクオリティではええで、これ。いや、ここお弁当も豊富やね。ああ、600円で、うわ、こんだけ入ってんの。淡路玉ねぎバーガーって310円。へえ、美味しそう。いや、パンもめっちゃたくさんあるよ、ほら。うまいな、すごいね。ね、すごいね。ここ人気なん分かったな。淡路ビーフのコーナーあるわ。ああ、これ自家製とか言ったらコロッケ。はい、今日のランチはね、このカプチーノさんでいただきたいと思います。前にも見えてるんですけれども、サンテラスのとこはワンコッケの席。ああ、いいね。で、ここはね、障害者さんを支援する福祉カフェになってるんですけれども、ランチがね、すごく美味しいということで。こんにちは。あ、こんにちは。おお、すごい写真付きでいろんなメニューある。そう、うん、あ、モーニングからあるんだ。はい、はい、ありがとう。お、これランチタイムに20食限定メニュー、お昼の幸せご飯。あ、いいね。あ、今日は淡路牛のハンバーグとチキン南蛮、チキン南蛮と、はい、どっちも1500円、2種類より1つお選びください。このメンチカツ定食もや、これ卵、おいしい。わ、綺麗。ケーキも美味しそうな。あ、このプリンも美味しそうね。すごいやん、これケーキ。どうする。うわ、2階席あるよ。すごい、メンチカツ定食、だし巻き卵、すごい。これで800円。ねえ、お安いな、こっちの。安いな1500円。いただきましょうか。エビありますよ。あ、ちょうだい。はい、これは何や、さつまいもやな。デザート、いただきます。はい、早速これハンバーグが美味しそう。ハンバーグ、綺麗に盛り付けしてるね。わ、玉ねぎが、ほら、あ、そこに淡路の玉ねぎ出てきたよ。じゃあ一口いただいてみましょう。いただきます。やらかい、美味しい。この限定メニューはすぐなくなるらしいよ。あ、美味しいわ。最高、ご飯中でこれか。じゃあ大で十分やね。あ、そう、じゃあ私のあげるわ。これは大正解やったな。わらび餅までついてるんだもん、最高。あ、いいから。そうか、ソースはいいの。あ、うまい。あ、そう、美味しい。めっちゃうまいけど、これ。そう、うん、メンチカツ、メンチカツ。これ私はだし巻きいってみよう。大きいよ、だし巻きも。すごいな、やっぱ予約してる人は結構いるみたいな。うん、人気なんか分かった。あ、これ甘いだし巻きだ。うん、うん、
うん、美味しいでしょう。うん、サクサク。うまいね、開けちゃって熱々。こんな洋食やのにさ、この和食のがついてきてんのがいい。うん、美味しいね。こんにゃくやね、これ。ちょっとハンバーグ食べさせて。食べて食べて。ワンコ食べて。いやいや、その入れへん。これも食べてるし。どんな味か、ハンバーグ。いや、その入れへんか。うん、すごい柔らかいね、うん、しっとりジューシーよね、うん、すごいなこれ、すごいよ、の量量多いよこの大きさで、うん、うんうん、ちょっと甘くしたんですね、うん、あ、ちょっとでも醤油垂らしたら美味しい、うん、タコせんべいの里来ましたよ。久々やな、ね、でももう忘れてるわ、うん、大昔来たね。大昔ですよね、来た、うん、あそこで無料コーヒーいただけに、あみんな休憩してんの。うん、そうや、美味しさ、いろいろ焼き菓子、揚げ菓子、いろいろ入ってる、うん、面白いね。あ、こういうのもいいかもね、お土産でね。リンチョコ、チョコレートもある。チョコレート、エビとかイカとかおるからさ、中がせんべいで外側がチョコレートのコーティングじゃない？あ、淡路揚げやって、試食コーナーだって。ほらコロナになったからさ、再開したけれども、ああやってほらブースを分けたところで食べろってことやね。入り口、こっち一方通行で行って、あ、まずアルコール消毒ですね。アルコール消毒をして、外さないでください。それで手をかざすと自動で開演します。おお、ほんで一人ずつこう取ると。あ、この場所ではマスクは外さない。ナプキンを取り皿として使うんやって。だから自分の好きなこのタコブツとか、このハマカゼとかで開けて食べるコーナーまで持っていくんや。これこんだけ続いてるよ。お腹いっぱいなのやっぱ。ほんまや、どうしよう、こんなん迷うな。でも迷うね。私はこの甘いのがいいから。イソミリン、イソミリン、あ、イソミリン、それをそうやって取って、そこにここで食べたらダメよ。わさび、あ、わさび、それ入れて、うん、私はそれいただく。私はい、梅カツを、あ、いいね。エビ、ごぼうせんべい、ごぼう、あ、それいいね、ごぼうせんべい、覚えといてよ、うん、全然さ、もう覚えてる、もう覚えてる。わさびとごぼうね。玉ねぎせんべい、あ、それいいよ。玉ねぎ、うん、はい、玉ねぎ、覚えといてよ。私も玉ねぎ行こう。からと片焼き、あ、じゃあからとを入れてそうや、みんな言うてみんな同じこと覚えてられるのかイカ七味やった。ほら、のんべにはたまらんやろ、うん、うまいか、チリ味、チリ味、うん、トマト&バジル、すごいぐらい、うん、なんかバジルの匂いしてるもん、すでに。ガーリックマヨネーズなんかあるやんか、降りてみよう。いや、もうちょっと、はい、ガーリック、もうこれトング返却、トング戻さなあかんの。はい、食べましょう。で、これ試食コーナーが立て食べるの。ここ立て食べる。これ見ながら食べたらいいんや。あ、これ見ながら、うん、これひまわり食べない。食べてみて。ひまわり？あったよ。どこにあった？あ、これや。うん、そうそうそう。うん、香ばしい、香ばしい。じゃあこれ、これ食べてみよう。あ、ひまわり美味しいよ。これはね、うん、辛いから。うん、はい、わかりません。それガーリックなんとか。はい、ガーリックなんとか。ああ、ほんまや、うん、美味しい、うん、うん、まあね、どれもね、うん、美味しい感じですから、うん、これ全部食べたら結構お腹いっぱいなの。なるね。お茶が欲しいな。お茶、だからコーヒー、無料コーヒーいただくね。
たい焼きね、親方さんがどうしても食べてみたいということなんで。だってさ、米粉のたい焼きやしさ、うん、なんか形がさ、普通のと違うらしいな。あ、そうなんや、うん、ただいまの味、粒あんカスタード、抹茶あん、こしあん。ね、丸いね。丸いや、うん、面白い。チョコする？いやいや、色してる。なんかイチゴの上りに惹かれて止めて。みんな来てるな、車が、うん、すごいね。なんかこれ古い古民家風やけど、建物中ってるのか。中もあるんだ。中もある。すごい、カラフルトラマト500円。お、何これ。いちごの販売機や。自販機、うん、はぁ、こんなんあるんや。700円とか、でっかいな。ちょっといちご串1000円するんだ。え、どれ。いちご串ってほら、お、何これ。なんかチョコレートかな。餅ちゃうの。餅かな。これはお店の名前はなんていうの。これはグリーナリウム。店内にもあります。上に本物のいちごよ。あ、これ本物か。すごいな。で、こっちは2019って書いてるから最近できたお店なんだね。そうなの。すいません、ここお店の名前なんて言うんですか。グリーナリウム。グリーナリーって違うところ、同じ系列店の違うところなんですけど、いちご狩りもしてまして、さらに浮かぶいちごっていう感じ。あ、じゃあいちご農園さんのお店なんですか。あ、そうですね。あ、すごいっていうカフェに。あっ、カフェなんですか、はい、すごい建物やな、大地で。もともと醤油蔵だったところ。醤油蔵。そこにね、醤油で使ってた樽とか。あ、本当やね。ここがカフェになってるのね。え、お手洗いもいちご色やわ。この上のね、カフェとかが店内のみに、はい、あ、すみません、はい、テイクアウトメニュー。面白いから自販機で買ってみます。自販機で買ってみるんじゃん、うん、美味しいベリーは5番やね。おお、おお、5番。あ、出てきた。動いた動いた動いた。ほんで、その子はどれなの。降りていくんや。降りていくんや。へえ。あ、丁寧。あ、あれ、はい、嘘。え、香りの絵。なんで。あ、7番やったんや。ああ、でも香りのっていうのも食べたことないから、ね、まあ、いい。まあ、いい。失敗した。なかったな。グリラニウム、うん、島ソフト、すごいな。温まる程度で。あ、温まった。温まった。いただきます。はい、食べて。いただきます。はい。季節限定の春が近いということで、さくらん。ほのりピンクだわ。うん。あ、温まってる。温めてる。うん、美味しい。米粉やからかな。ちょっともっちりしてる、普通のタイ焼き。生地がね。うん、はい。いただきまーす。うん。カスタード。美味しい。今回は2日にわたるね、動画でしたけれども、淡路島ね、楽しめました。最近淡路島ね、おしゃれなスポットがね、どんどんできてるし、はい、あの今も建設中のとこたくさんあったんですけれども、はい、あえてね、はい、めちゃくちゃあの最新のところはあの行かずに回、はい、りましたけれども、はい、あの元からあるところとかちょっと穴場のとこもね、いいとこたくさんあるので、はい、行ってみてください。はい、参考にしていただけたらね、幸いです。はい、最後までね、視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、帰ったイチゴ食べようね。せやな、うん、間違えたけど、編集。